んばんは。10月15日木曜日、時刻は19時半を回りました。この放送は北千住にありますインターネット放送 C-WAVE 7階ブースより世界に向けてお届けしております。それではいきたいと思います、はい、健康情報番組踊って健康バーストチェック講座委員会、イエーイ、始まりました。こんばんは皆さん。こんばんは。めっきり寒くなりましたね。寒くなりましたね。びっくりしましたね。毛布をもう出してますよ私は。はい。まさか奈々さんの背中に向けて話すとは思いませんでしたけども、はい、よろしくお願いします。それでは奈々さん、この番組の情報お願いします。はい、こちらの番組は楽しいから始まるピンクリボンをコンセプトに、踊りや音楽、アートを通して乳がんの情報をお届けする番組です。はい。はい、オープニング動画は宮崎県立南市油津から生まれた小学生アイドルボニートボニートさんによる準備や以降をお届けしました。はい、ありがとうございます。ここ何日かで僕たちのこの番組も、ね、はい、いろいろ動きが、あ、そうなんです、はい、つい先日10月5日、ま、今月がピンクリボン月間、そうなんですね、はい、はい、なので一応番組主催としてピンクリボン大作戦というものをやっております、うん、まあ、何かというとこの可愛いボトルですね、はい、こちら可愛い、うん、あ、こっちかこれソランデカブラスさんっていうところから発売してるものなんですけど、うん、普段は青いボトルなんですけど、10月ピンクリボン月間に合わせてピンクのボトルを限定で発売してます、はい、でこれを購入してもらうといろんなピンクリボン団体の方に寄付がされますので、それを応援しようと私たちもやっておりますので、このボトルを見つけたらご購入ください。お願いします、はい、と大作戦もう一つとして、はい、我らが作ったピンクリボン温度、うん、これをシェアしてもらった方々の中から抽選で、うん、10名様にこのボトル6本セットを、4本セットかな、4本セット、そこら辺はね、6本だったかな、はい、ちょっとどっちか、まあ、偶数は偶数です、はい、お送りしますので、うん、ぜひどしどしシェアをしていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、あとは今月の10月5日に NHK の渋五時さんでもピンクリボン温度を取り上げていただいて、乳がんの最新情報とかですね、そういうのもすごい放送で勉強になりました、うん、アーカイブもあるということなので、うんうん、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。3年目にしてついに大きく動き出したこの、うん、プロジェクトが嬉しいですね。それ奈々さんのご尽力があったのでしょ。いえいえいえまあ、そういうわけでですね。じゃあ今月も頑張ってまいりましょう、はい、よろしくお願いします。それではもうゲストの方紹介よろしいですか、うん、お願いします。はい、それでいきたいと思います、はい、本日のゲストはですね、日本古来の民謡を独自の感性により世界仕様にアップデート、音楽を通して日本の素晴らしさを世界へ発信し続ける民謡シンガーの旧島美咲さんです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、どうぞどうぞお座りいただいて、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。そうなんですよ、はい、カメラ様々な角度で、いや本当ですね、こちらは生えております。よろしくお願いします。はい、あれ、ご紹介さっきの分でよろしいですかね。そうですね、そうですね、うん、ってことで、はい、民謡シンガーさんということで、初めましてですね、本当にタックンです、はい、タックンって、はい、見られております。ナナさんは、うん、私10年ぐらい、うん、らしいですね、もうお付き合いで知り合ってはいるんですけど、はい、もうまさかナナちゃん、うん、MC 超上手くないやめてすごい、なんかも慣れてる、本当、やっぱ3年ってすごい、まあそうですね、ちょっとは、うん、すっごい上手で、びっくりしました。嬉しい、まあ、最初のおどおどとあの頃が難しいぐらい ね、最初やる時から、うん、やるよっていうところからね、知ってるからね、そうそうそう、うん、最初の頃から、うん、本当10年も経ったら ね、そんなことを経て、まあそうですね、体験から、うん、その番組つながってるっていうこともすごいなって、うん、本当に尊敬していて、いやいやいや、はい、ありがとうございます。呼んでいただきまして、いえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。しっかり大人の方です。大人の方で です、ありがとうございます、はい、でもすごい楽しい方で、打ち合わせの時も、うん、そうそうそう、楽しく遊ば、あ、遊ばせてじゃないですけども遊びましたね。よろしくお願いします。じゃあ本日は美咲さんをゲストに迎えてやりたいと思います。お願いします。よろしくお願いします、はい、コメントもどんどん YouTube の方で、うん、はい、ぜひ、生でなんかやり入れてくれたらね、うん、そう嬉しいので、ぜひ、うん、
待ってます。待ってます。はい。じゃあ早速ゲストトーク。よろしくお願いします。はい、お願いします。します。まず歌を始めたきっかけ、みさ、うん、さんの民謡がね。そうですね。もともとは私が小児喘息を患って生まれていて、うん、でそれをうちの母が、うん、たまたま新聞で、気管支喘息というかですね、うん、こう民謡が効果的だと、うん、でそれがその新聞に載っていたっていうところから、うん、民謡をたまたま地元で教えていらっしゃる方がいらっしゃって、うん、でそこに連れて行ってもらったんですけど、最初はご飯食べに行くよみたいな先生からの食べ物作戦になってたって6歳なので、ですよね、何が 何なのか分かんない状態っていうことで連れられてっていうのが最初のきっかけでしたね。はい。それからまあいろんな賞とかもね、はい、そうなんです。私はですね師匠が合計でいうと4人ぐらい変わってるんですね、うんうん、でその1人目はその食事を出てくれた先生で、でその2年ぐらい経った時に、うん、先生お仕事が結構忙しくなってる、うん、っていうのは民謡のそのお所さんっていうのは、うん、自分のお仕事も持ちながら先生としてもやってるっていう、うん、こう二足のわらじみたいなことをやってらっしゃる方が私の周りではすごく多かったんですけど、うん、でその次にこの先生にって託していただいた方で、うん、全国優勝につながったりとか、もう結果的に言うと5年ぐらい教わって先生は他界してしまうんですけど、先生のまあ遺言で、うん、民謡、まあ、1曲の民謡をとにかく極めていきなさいと、うん、でまあ、ただ極めるってやっぱり道の世界なんで、うん、本当にその今、先生から離れて二十何年と経ちますけど、すごくこうなんていうんですか、知らないところで仕掛けをされてたりとか仕込まれてる何かがすごくあって、だからその大人になるにつれて、例えば苦しいことだったり、いろんなこう試練ってあるじゃないですか。でそんな時にもこの民謡っていうのは何かが生まれてくるんですよね。でこの、はい、ずっとこう悩んだ時に、その歌っていくと、要は自然の中で培ってきた、うん、その自然を背景に生き抜いてきた人たちの、うん、まあ、メッセージソングのようなものなので、うん、民謡自体が、うん、まあ、それをですねうちの師匠は私に仕込みをしている、うん、何が出るかわからないということで、私はその民謡古典的には歌っていくっていう方向ではなくて、うん、洋楽をこう混ぜた、うん、こうクロスオーバーしていくものを作った上で、海外の方々との国際交流だったりとか、うん、その日本を知ってもらうきっかけと、その音楽のそのなんていうのミックスすることが、え、これ民謡なのと、うん、日本の民謡ってこんなにもマッチングしていくんだ洋楽とみたいなのをすっごく知ってもらいたくて、私は民謡と洋楽が合うと思っていて作っているので、うん、なんかその民謡っておじいちゃんおばあちゃん の、 その世界の話とかいろいろ思うことも、うん、あると思うんですけど、はい、でもその民謡ってすごくこうパワーがあるので、うん、これから の、 その本当にコロナを経て、うん、なんか気持ちがすごく落ち込んだりとかっていう人ってすっごい多いと思うんですよね、うんうん、だからこそ聴いてもらいたいっていうアルバム、今聴いてほしい、そうなんです、ね、アルバムが出来上がりました、うん、おアルバムで一気に告知に行きました。すごいな、ね、民謡とポップスとかね、うん、なかなかこう、うん、あんまりね、ブレンドするのがね、うん、でしょ、うん、そうなんです、想像がつかないというか、ね、なかなかつきづらいとは思うんですけど、うん、私がそのまあ民謡を続けて十何年かな経った時に、うん、民謡では自分では飯は食えないみたいな、うん、それは何でかって言ったら安室奈美恵さんの世代だったんですよ、はいはい、なるほど、そうで、うん、その民謡とポップスがこう結びつく世界っていうのは想像できなくて、うん、でそこで
なんかこう美容師の世界を目指して美容免許は取ってるんですけど、うん、でその時にあの美容師に私がなった時に、うん、あの手肌がすごくどうしても合わなくて、うん、1年で帰ってこないといけないってなった時があったんですよ、うん、でそれがもう20歳ぐらい で、うん、でその時にあのはじめちとせさんいらっしゃるでしょ、うん、その方があの民謡とそのポップスのなんか融合した世界の門を開いたぞと。なるほどね。これ本当あの20歳の時に門がドバーって開いたような、そんなもう映像が浮かんで、あもうこれは行きたいと、っていうことで私はその深夜にですね、手紙をしたため、両親にちょっとこれからあの大変かと思いますけど、頑張りますのでみたいなのを一筆書いて、テーブルの上に置き、そして寝たんですよね、そして次の日はすごくなんか穏やかな空気が流れていて、なんかちょっとこう押してくれてるよう なんかそこからですね、私のこの歌手という、その目指していく世界に突入していくっていう、今年の3月18日に、デビューもされてるんですけど、その前にもにあの2005年に、あのロックポップスで実はデビューもしていて、あの旧島美幸で調べるとですね、YouTube あの私の、とっても若かりし眉毛やらいろんなものが細い細い、ロックな、なるほど、YouTube もあるんですけど、それがもう最初でしたね。それから年月を経て、そうですね、今年再デビューと、再デビューをビクターエンターテインメントさんからあのさせていただくことになりましたけど、あの本当私今年来月で40ちゃんになるんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、もう前もって何歳ぐらいですかと言われると、40ちゃいですと絶対言うようにしてるんですよね。なるほど。なぜかね、自分の年一つプラスに言う癖が。でもなんか40に合うよね。合う。合ってる。いや、その39ってなんかね、40が言いたいみたいな。わかる、でもそれはわかる。わかる、わかる。ね、そうなので見えないんですけどね。本当ですか。マジです。いや、でもね、やっぱそのほら、カメラとかが当たっていくと、こう影が、今日ライトいっぱいだ、ありがたい限りです、本当にもちょっと遠目からもね撮っていただいて、こういう会話がなんかこうするようになってきたのも、この年齢が、あの スタートさせてくる。なるほど。でもすごくこう肩の力も抜けてきたりとか、あの30代とかっていろんな、その20代からの、30代ってこう現実の世界がいっぱい見えてきて、そこをさらに自分のこう思い描いていく世界に突入していくっていうのが、もしかしたら私たちは40代なのかなって。いい、これからだ ね、だからその30代で経験していることが、もっとその社会に貢献できるような自分作りだったりとかって、そんなね、あの大それたことは言えないけど、でも私が作るこの音楽だったりとかで、少しでもなんかこうパワーになってくれたりとか、なんかこう元気になってほしいっていうと、若い時ってなかなかこう自分が言えなかった、自分も元気じゃないのにみたいなのもなんかあったりしたりしたんですけど、今だと本当にそのみんなこう超えていく、もうみんな同じ、そこは本当に同じで、あのどう満ちていくか、自分の生活満ちていくかっていうところに、私のそういうこうパワーのある民謡の洋楽とのミックスがこう聞いてもらえるようにとか、なんかそういう風な願いとかが、なんか祈りだったりとかを持つようになってき始めてるのかなと思って。はい、おります。今日勉強させていただきました。本当にパワーがあるからね。いや本当にパワーある、パワーと癒しがこうもらえるような、ずっともう長いよね、私たち、同じね、宮崎出身、そうなんですよね、宮崎出身で、いや今日冒頭にボニートボニートちゃんたち、そうなんですよ、若いよ、もう若いよって、もう宮崎弁で、日南ね、そうなんですよ、日南で、まさか冒頭にボニートボニートちゃんたち、そうなんですよ、ライバルだから、あら、ライバル言ってないけど
ってないよ。そうだったんですね。ちなみにボニートボニートさん、ピンクリボン大作戦ご協力いただいて、うん、ありがとうございます。そうそうそう、そうみたいですね。またそれもね、後であの YouTube とかアップするんで見てもらえれば、うんうん、はい、うん、嬉しい限りでございます。でも日南のパワーがね、日南はね、うん、もうあの海も山も、ね、観光のあれもやってたもんね。そうですね、あの今もね、匿名大使というものをさせていただいていて、うん、あの観光地というところがたくさんあるので、うん、あの前は数年前はあの帯城という、うん、あの日南市のですね、うん、お城跡地があるんですけど、うん、そこのお殿様が住んでいた区域が、うん、あの杉の木が樹齢も100年過ぎた杉の木がいっぱい立ってるところがあって、うん、そこでコンサートをあの3ステージをさせてもらって、夏だったんですけど、はい、あの3ステージ目の時はあの熱中症に私なって、1曲歌詞飛んだんですけど、でももうやるしかないと思って、浴衣3パターン、うん、着付けし直して、うん、休憩なく3ステージをみたいな。すごいな、すごい根性っすね。多分 M なんだと思います絶対。でもすごい、そこもプロ根性というか、素晴らしい。あ、すごいな、ね、コメントが、ね、来てるよ。あ、来てる。大丈夫です、影も綺麗です。だって何何何何、影も綺麗です、影も綺麗です。それなんか嬉しいだありがとうございます。いや、素晴らしいですね。その三沢さんの、ね、YouTube も後でちょっと鑑賞したいんですけど、うん、その前に、うん、あのハブティーをちょっと作らせていただきたいと思います。なんと、これ前もって聞いてて、もうどんなハーブティーなんですか。楽しみですよね。すごいね、あの寝起きのむくみが気になる、うん、ということだったので、はい、ちょっとデトックス用を考えてきました、うん、はい、ありがとうございます。でまず一つ目、はい、まあ、これすごい有名なんですけど、レモングラスっていう、うん、はい、ハーブティーですね、うんうん、まあ、すごいすっきりしたあのもので、胃の働きをとても助けてくれるので、まあ、むくみにももちろん良いです。あと工夫作用とかもあるので、お腹の張りとかもあの取ってくれるので、女性はね、いろんな波で ね、 ね、 あるので、そういう時もおすすめで、すごい。ありでもう一つがペパーミント、結構デトックスといえばペパーミント、うん、はい、これもすごい胃腸に優しくて消化力がすごい助けてくれるものですね、うんうん、でもう一つ今日特別なものがマローブルーという、マローブルー、はい、マローブルー、マローブルー、その喉にもいいんです。気管支にいいので。そうなんですか。しかもこれ今青じゃないですか、はい、青じゃないです、ね、これがね、あることをするとある色に変わるんですね。何？それで別名、うん、夜明けのハーブと呼ばれてる。いや、おしゃれだ。そうなんです。だから夜明けのね、むくみにいいですよっていう、うんうん、いいですね。なのでこれをちょっとブレンドしたいと思います。はい、ちょっとここだけマスクさせていただきますね。はい、はい、お願いします。ハーブティーみたいなのよく飲まれるんですか。最近はね、なんかなかなか飲めてないんですけど、うん、ただあのマローブルーとか、はい、あのよく飲んでた時があって、もうね、入れた瞬間の色の綺麗さだったりとか、うん、やっぱ喉にすごくいい。あ、あのそうなんですね。まあそうですね、なんか気管支の炎症で、あとレモングラスもね、ペパーミントもすごい大好きなものが今日合わさるなんて、私、幸せです。僕このマロンブルー、マロブルーを、うん、初めてなので、酸を入れるってこと。そう、 C を入れるってこと。そう、酸を入れる。酸を入れる、うん、何ですか。酸性のもの。なんかその可愛い、なんかその、ね、乾燥してる状態も綺麗です ね、 ね、これ見えるかいね、うん、見えないかな。鼻がね、ちょっとこう紫、こっちで行こうか。あ、うん、紫、ブルーなね、うん、じゃあこれにレモングラスとペパーミントをちょっとね。レモングラスはよくここで効きますね。そう、うん、結構万能だから割と使います。本当香りいいよね。香りがね、もうこれ入れるだけで ね、いい香りが漂ってきておりますが、ペパーミント、奈良さんも普段からこう紅茶のアロマを感じながら、感じながら飲んでるんですか。そうそう、あとマッサージのお仕事の時もやっぱ体質に合わせたお茶を出したりしてるので。なるほどね。そうなんですよ。行くと岩盤浴入りに行くんですけど、終わった後ね、なんか出てくる時はいつもほっこりして、見て見て、めっちゃ青いっしょ。綺
綺麗、ね、そうなんですよ。これ自然の青なんですか。自然の青なんです。本当不思議ですよね。こんな青が出るんですね。青い、青い、すごい青いですそうで青いな。ちゃんと出てくれるかな。近くでやった方がいいんじゃないですか。何色になるんだろう。またこの赤い方でいきます。はい、はい、じゃじゃん。結構入れる。じゃじゃん。何色になるの。あれ薄まった。薄まってね。ピンクやったよね。あれピンクになってますよ。そう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 、なってるなってる、うん、そこの方からじわじわと、うん、なってるよ。うん、なってる。なったね。なった。そう、ピンクになるんです。なりました。ピンクです。ほんとだ。ピンクリボン。なるほどね。で、みさしさんの機関紙とかにもいいかなと思って、うん、マローブルーを用意してみました。なるほど。そこにナナちゃんの愛を、愛を感じてもらえるかな。え、すごい。あ、すごい。こっちでね、見た方がね。あ、ほんとだ。白に映える。入ってます。もう一回いいですか。いけるかな。あ、見えてるよ。あ、こぼれる。こぼした。こぼれるよね。危ないよ。だよね。危ないよ。ナナちゃんいつもこんな感じで。いや、もう本当に。もう今日は落ち着いてる方ですね。本当に。いや、すごい。すごい。ちょっとごめん、ちょっとしか。いいえ。ないけど。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。すごい。お茶の間に注ぐ。え、どうぞ。ちょっとどうですか。飲んでみて。なんかね、あの、うん、マローブルーの方がふわっときてるのかもしれない。レモングラスとかペッパーミントっていうよりはマローブルーの方がビョってきてる、ね。うん、いただきます。いただきます。いただきます。うわ、香りいい。レモンも効いてるから。レモン効いてる。すっきりしてる。うん、うん、あ、でもこれ朝飲んだらスッて目覚めそうやね。すっごい清涼感。うん、ミントも入ってるしね。うん、これ夜明けのハーブブレンド。確かに。え、これがむくみに効くんですか。むくみに効くんですよ。あと胃の調消化にもいいから、なんか食べ過ぎた時とかも、うん、こういうレモングラスとかペパーミントはいいし、あと今コロナで、あとはこれから秋の季節はやっぱ乾燥がすごい進んでくると、うんうんうん、どうしてもこの気管支が乾燥してしまうので、そうなので、このマローブルー、まずあの飲む前にこうハンカチとかで潤わせてこう蒸気を入れるっていうのもすごい一つの楽しみ方というか活用法になるので、こういうのはちょっと活用してもらうと最高ですね。うん、僕に身にも効いて、今のコロナにも、コロナにもテンガロンみたいですね。テンガロン、テンガロン、テンガロン。失礼しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さらにちょっと進めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。美味しいです。マローブルーどんな香りですか。だって、うん、香りの説明ってすごいね、うん、難しいところですけど、ちょっと甘みはないんですけど苦みもありつつの。あ、確かに。そう、レモンとかはね、うん、皆さんイメージがつくから、うんうんうん、あの酸っぱみの、なんて言うんだろう、なんだろうね、はい、なんか青臭さはもちろん残っていて、うんうんうん、ちょっとね、甘いってよりはなんか青の香りって感じです。あの、そう、若草みたいな。あ、そうかもしれない。すごい、青青、たっくん、生命力的な。そういうの、たっくんすごいうまい。もう一回言って、もう一回言って、もう一回言って。なんか若草のような、なんか生命力が強そうな、はい、なんか感じがしますね。感動した。ありがとう。感動させて、感動した。しまったわ、本当に。美味しく、ね、うん、よかった、はい、ありがとう。続きまして、はい、じゃあ飲みながら行きましょう。はい、次ね、いつきの子守歌っていう、あの YouTube ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、いつきの子守歌どういう歌ですか。はい、ですね、いつきの子守歌は、うん、あの熊本県の民謡になるんですけれども、はい、昔貧困の時代というものがあった時代があって、うん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 、そこにあのどうしても子供を育てることができないってなった子か、あの家族の方が地主奉公として子供たちを、うん、あの売っているというか、うん、あの、まあ、養子に出していくとか、うんうんうん、でその、 あの子供たちが、うん、地主さんの子供さんの子守りをする、うん、まあ、そういう民謡なんですけども、うん、なかなか
地元っていうか実家には帰れなかったり、うんうん、本当に想像たるやというかですね、うんうん、でその子供たちがある一定の女性である一定の娘さんになった時に、うん、次は花魁の世界に売られていくというこうのがありまして、でその花魁の皆さんがその昔のこう苦しさだったりとかっていうのを思いこう振り返ってお座敷歌として歌うっていうのがこの五月の子守唄のまあ時代背景の中でチョイスされた民謡っていうことで、まあ今回ですねまあ、YouTube の中で花魁、うん、役を私はさせていただいたんですけども、うん、まあね、なかなか、はい、着る機会なんて本当になくて、あんなきらびやかで、きらびやかで、うん、でその私自身は花魁っていう世界っていうのはどうしても偏見があったりとか、うん、する、まあ、背景ってあるじゃないですか、うん、だけど花魁になるまでっていうのは、うん、もう本当に幼い頃から芸を仕込んでもらって、うん、そしてお客様をとにかく喜ばせる、うん、だから本当一流になっていくと、うん、もうなんていうか逆にこう断れる、お客さんを自分から断れる、うん、それぐらい本当にこうなんていうんですかね、数奇っていうか、うん、まあ、高貴な、うん、世界のまあ、オイランの世界ということで、うん、私はそのいろんなオイランの方々の魂っていうのが、うん、この楽曲で、うん、なんていうの、生き抜いた生き様みたいなのを、うん、こう浄化してもらいたいというか、うん、そういう思いがあって、うん、まあ、なんていうんですか、結構きらびやかな衣装とかを身にまとっているので、うん、例えば海外に向けて発信するときにきらびやかだからとか花魁だからみたいなので発信するっていうだけの理由だったら、うん、私は花魁役は しませんっていうことを伝えていたんですね、うん、でもやっぱりその生き抜いてきた、うん、こう女性の心っていうのを、うん、包み込むような気持ちでも自分はいたいし、うん、そこをその生き抜いてきたこう凛としていく力強さみたいなのを、うん、今回は表現できたらいいなと思って、うん、いろんな、はい、本当に偏見もあるんですけど、うん、すごいかっこいい、うん、姿じゃあ見てもらえたらなと、はい、はい、じゃあ VTR いきましょうか、はい、せーの、どうぞ。すいません。
スともエヴァ一個もたる観光地いろんなところをですね、うん、で撮影させていただいて、もうね熊本ももう例年日本全体は災害にね今見舞われていますけども本当に綺麗なとこでした。すごい綺麗でした。色がねやっぱりそのあねこうきらびやかっていうのはそうなんです。神社もねあの花魁歩きってすごくやっぱり大変よね。あとセンスを持って踊るのも初めて私は体験して、ただその昔からあのバトントワリングとか、あの機械体操とかをやっていたりとかしたので、あのもうあの指導する方いたんですけど、最後はあの自分流にすごい踊ってた。いやそこら辺も引き出しが多くて自分流で。なるほど、ありがとうございます。はい、もう一曲ね、はい、カリボシキリ歌、はい、では宮崎の、そうですね、宮崎県の、あの山の、山師さんの、あの労働歌ということで、私はこれこの民謡を、あのもう34年民謡は歌ってるんですけども、この民謡を歌い継いでずっと来たので、あのまあ、冒頭に喘息で生まれたっていうところから、あの山に向かって、地元が家がもう山のふもとなので、あの山に向かって歌ってきたんですけども、本当にその山に向かったその呼吸が山で整っていく、その体が力がこう抜けていくとか、いろんなのを私は山から教わってきたんですね。でそれをあのなんていうんですか、歌うとこう風が吹いたりとか、本当にそういう自然とのこう調和だったりとか、あの昔の人はこう田植え田んぼの作業の時に、うちの地元の人とかはなんかホイホイって言ったりとかすると風を呼んでましたっていうエピソードがあったりするんですけど、確かにばあちゃんとかホイホーイって言ってたんです。そしたら風がふわーって来たりとかしてて、そういうその田園風景の中で、まあ、この民謡も、あの家族の営みだったり、隣近所の助け合いだったり、そういうものがこう背景にあって、そして山というその偉大なその自然があの見守っているというか、エネルギーを湿度だったり風だったりとか、いろんなものがこう関係してあのいるんだよっていうのは、まあ私からの、まあ、そのメッセージとか表現なんですけど、あのこの YouTube の動画はそういうその山目線というか、その精霊的な感覚の方で私はあの表現させてもらったっていう。なるほど、見てみます。すごく、ね、湿度がすごくある民謡だったので、あのたまたまこの湿度があの宮崎県の日之影町というところで撮影させてもらいましたけども、もう素晴らしかったです。ぜひじゃあ行きましょう、はい、VTR せーのどうぞ。Thank you.
い、これちょっとこの先見たいところですけども、ぜひね YouTube で見て、はい、フルで見ていただいて、伸びやかですね、ありがとうございます、素敵ですね、の中で歌ってきたものが、うん、なるほど、素敵です。続きはぜひ YouTube でご覧ください。なんか家の大画面で見たら包まれる感じでね、確かに、いや、うん、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこの後ですね、うん、そうですね、ライブが今度あるということなんですけど、うん、はい、そこでオリジナルの CD も発売するということで、今回ですね、うん、ネオトラッドジャパンというものを、うん、ビクターエンターテインメントさんから3月18日に、うん、配信リリースをしたんですね、はい、でそこにやっぱりせっかくだから、うん、手に残るものを、うん、このまあ時代ですけど、うん、やっぱり距離ができたじゃないですか、うん、現実的に、うん、だからこそ手に取るものでやっぱりつながっていたいなって自分は思って、うん、それで事務所と話して提案していただいて、うん、でこの7曲配信した曲にプラスこのアルバム限定で、うん、バラードのポップスのメッセージソングを2曲プラスした9曲のアルバムを今回発売することになりました。しかもそこでミサスさんが、はい、コラージュアートっていうのを今されていて、そうなんです、そのアートされた絵も入ってるということで、歌詞カードの中に、うん、私が最近そのいろんなその素材をくっつけたものでメッセージを作るっていう、うん、コラージュアートっていうのがあるんですけども、うん、それを歌詞に当てはめたりとか、うん、そういうのでフルでなんていうんですか、歌詞カードも、うん、素晴らしいアートでした、うん、まあ、それは後で見てもらいたいんですけど、うん、なんと今回、はい、ピンクリボンアートプロジェクトのためにもコラージュアートを作っていただいて、そうなんです、はい、すごい、それをご覧いただきたく、すごいね、本当にそれこそ包み込まれるような、うん、ね、アートになっていて、そうですね、なんか、うん、私も同じ、まあ、女性として、うん、チェックしたりとか、その、うん、ナナちゃんの存在で、はい、やっぱりこう身近に感じたりとか、うん、でその中で例えば女性と男性を表現する、うん、表現ってどうなのって逆に聞いてみたんですよ、うん、でもそれはすごく必要なことだと、なるほど、だからそれはもう表現してね、いいよって言ってもらえたんで、うん、なんかなんていうんですか、包み込まれるようなイメージ作りができたらいいなと思って、うん、であとそこにはボタニカルな ね、 そうね、やっぱ自然な世界はすごくこう助けてくれるものがいっぱいあったりするなと思ってるので、うん、優しい色味を使ってちょっと表現させてもらいました、はい、ありがとうございます。載せますかね、載せれますかね、これじゃなくてその次の次のなんか色々、ね、次ぐらいですね、高校住みまして、高校ちゃんな、これです、これね、すごいっすね、素敵だよね、でもともとは文字はねまだなくて、うん、で奈々ちゃんになんか文字つけてほしいんだよねって言ったら、うん、なんかすごいポエムを作ってくれて、そう、何と書いてあるんですか、月に一度あなたの胸に手を当ててって、おーい、素敵じゃないですか。普通の歌詞は月に一度チェックチェックチェックっていうポップな感じなんですけど、月に一度こう胸に手を当てることで、うんうん、乳がんのチェックにもなるし、うんうん、心と体のこう、うんうん、ちょっとチェックにもなるかなっていう思いを込めて、なるほど、この言葉をつけてみました、うん、伝わります。本当私これ文字が出てきた時、はい、いやこれはやっぱ文字をはめることによってさらになんか印象が強くなるというか、なるほど、そう、ちょっと恥ずかしくて自分のには載せてないっていう、載せてよ、載せようよ、なんで、なんで、ちょっと入れましょうよ、入れてくれ、ありがとうございます、いやでも素晴らしいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、才能というか、本当に作るのがやっぱ好きですね、絵もなんか歌詞は逆にこんだけ話すのに言葉をデザインするってやっぱすごい大変で、だから私は絵だったりとかその歌という部分で見えないものを感じてもらうっていうのをなんか表現にしてるのかなってすごく最近は思ってます。ありがとうございます。じゃあですね、はい、今日ちょっとこの後もうライブをお願いしたいと思います、はい、このままライブの方お願いします、はいはい、でその前にちょっとセルフケア動画で、うん、今回は巻き型に効く温活タオルの方法を、
流していきます、はい、その後みささんのライブになりますので、はいはい、楽しみ。 VTR いけますかね。どうぞどうぞ。あ、いった、やった。皆さんこんにちは、アロマテラピーサロントゥーラの服部です。温活タオルの作り方はコンテンツの最後をご覧ください。はい、では温活タオル使っていきます。でまずですね、巻き方の人はここがすごく詰まっているので、ここを乾布摩擦しながら温めていきましょう。鎖骨の上などもとても気持ちがいいですね。で大胸筋などもあるので、この大胸筋の付着部もですね、しっかりと温めていきます。同時にリンパも流しています。でこっちまで来たら、このリンパ、脇のリンパとあと肩こりに効く前鋸筋ですね、ここをちょっと目がけて置いて温めます。これはもう置くだけで大丈夫で、じわーっとここ温まってきますので、ここら辺の老廃物がしっかり流されるようなイメージですね、はい、で同じように反対側もやっていきます。で巻き肩の下はとても呼吸が浅くなっているので、ここの時にしっかりと深呼吸をしてあげることも大事です。ここら辺が緩んだところで胸のストレッチをしていきましょう。簡単ですね。後ろで手を組んでぐーっと胸を開いていきます。ここでも深呼吸をしていきます。反り腰にならないように気をつけてください。ゆっくり戻しましょう。はい、温活タオル使う際によりリラックスしたいという方におすすめなのは、お好きなアロマを使うのもとてもおすすめです。使い方ですが、アロマは少し刺激にもなるので直接お肌には触れないように1枚、下の内側に垂らしていきましょう。 1,2 滴垂らすだけで結構です。巻き方の方におすすめの香りはフランキンセンスです。巻き方の人はどうしてもこうなってしまっているので呼吸が浅くなってしまいます。フランキンセンスは呼吸を深める、あとリラックス効果もすごく高い精油なのでおすすめです。フェイシャルトリートメントやアロマトリートメントでもしっかりこちらをオイルトリートメントで流すような施術をしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。さあ、それで は、お時間いただきましたので、ここから九島みさち、ライブをさせていただきたいと思います。さあですね、今見ていただいた YouTube いつきの子守唄の曲を、一曲最初に歌いたいと思います。じゃあよろしくお願いします。キリボンキリボンからさきゃおらんとボンがはよくりゃはよもとる音がうちなちゅて
だが泣いてくるか裏の松山セミが泣く。「だま道ばちゃいけど」「通る人落ち花あぐる」「花は何の花」「あつんつんつばき」「水は手からもらえ」音がお父さんがあんやみゃおらすおらすともえばいこもたる。したこの赤はいさむぞさ起きて泣くこのつらみくさおとまいやいやあ泣くこの森にゃ泣くと言われ La 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 la, la 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 la, yeah. Da la la, yeah. Da la la, yeah. La 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 la, yeah. Otoma bon, kiri bon kiri bon, karasaka oranto, bon ga hayo, kuria hayo motoru.おとまうちだちゅてだやにゃいてくるか裏の松屋ませみがなくあらいやいやいえあらいやいやいえあらいやの子守歌でした、私のですね今ネオトラッドジャパン、リリースしていますが、今回先ほど言いましたように11月3日に蒲田のオーパス2というところで、ネオトラッドジャパンボリューム 1.5、
このプラス2曲ですね、プラスされたアルバムが発売リリースライブが、決定しました、ありがとうございます。ぜひですね、民謡の新しい世界というか、この音楽を、たくさんの人に知っていただきたいので、パワフルなライブかつ、本当に五感がすごく和らげるようなライブをちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひとも、皆さん旧島みさちで調べていただけると、ホームページとか飛びますので、ぜひともチェックしていただけたらなと思います。ぜひ会場でお会いできたらいいなと思います。ということで、次の曲いきたいと思いますが、このネオトラッドジャパン、いろんな全国各地の民謡を、クロスオーバーしています。次の曲、北海道の民謡を、ちょっと歌ってみたいなと思います。道南くどき聞いてください。じゃあ YouTube ご覧の皆さんと一緒にですね、手拍子を参加していただきたいと思います。ありがとうございます。カモン。おいやこの地のあらはた育ち、声の悪い絵のは親譲りだよ、節の悪いのは師匠なら故に、一つ歌いましょうやばかりえながら、主と別れた山の上の茶屋で、かもめが食えなくお牛の追いが、会所ない夕弁で上様に振られ振られて、あこたちへ立てば、それでは私が今から自由に、スキャットをしたいと思いますので、そのまま手拍子をしていただけたらと思います。それではいきます。ベヘベヘおやの泊まりは新川茶屋で泊まれさえ、はっ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、九島みさちネオトラッドジャパンより、いつきの子守唄、そして道南くどきお届けいたしましたが、最後の曲はですね、私のふるさとの、民謡を、先ほど見ていただきましたように、これをですね、歌ってみたいと思います。皆さんそれぞれに、ふるさとあるかと思います。今のね、このコロナ禍の中、すごく向き合った時間を過ごしてらっしゃるかと思いますので、少しでも自然を感じて、少しでも、ご自身のふるさとに胸を当てて、これからの未来をですね、みんなで乗り越えていっていけたらいいなと、思いまして、この曲で、今日の、最後の時間とさせていただきたいと思います。今日はですね、呼んでいただきましてありがとうございました。またね、皆さん会いましょう。ということで、九島みさちでした。成長仮干し切り歌聴いてください。
越えざこかげるよ、うよ、こまよと見られるぞ、ありがとうございました。どうぞ、はい、次回も11月19日木曜日19時半から三味線シンガーの夏美ゆずさんをお迎えしてお届けいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。